こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日はですね、X68000、これで育った人も多いと思うんですけども、過去最大難易度になるかなという気もしますけども、早速作っていきたいと思います。X68000 は1987年3月にシャープが発売したわけですけど、当時僕も月刊スキーの編集部にいてですね、発売前にもいろんな情報が掲載されていました。ちょっと僕その頃の GO とかを引っ張り出してみたんですけれども、その頃ってですね、何しろ国内のパソコンっていうんですかね、国内だと NEC の PC98 シリーズがもう60%とかもっと多いぐらいのシェアを持っていて、海外は IBM PC、 それからその互換機がすごい勢いを持ってきた時代なんですよね。そういう時にモトローラーの68000というですね、 CPU、 これを積んで出てきたっていうのが、何といっても鮮烈なんですよね。68000といえばやっぱりマッキントッシュ、それからコモドールアミガっていう、ゴゴルーガとかでね、いろいろ使ったりとか、あとはアタリ ST という音楽用としてすごく使われた、そういう68000という CPU を積んで出てきたっていうのがすごい期待感があったんですよ。というのは理由はすごくはっきりしていて、98とか IBM PC で使っていた86系の CPU というのは、発売当時、もちろんその後グレードアップしていくんですけど、やっぱりメモリ空間っていうのがですね、1メガというか、98なんか640系バイト、非常にちっちゃいと。それに対して68000で、16メガの広大なメモリが使えるってことで、そういったマルチメディア的な、エンターテインメント的な、それから新しい発想のアプリソフトを書くにはですね、リニアなメモリ空間っていうのはすごくやりやすいし、生まれてくることが多かったんですよね。68000CPU を積んだマシンが出てくるというだけで、何しろ国産のコンピューターではですね、なかったわけなんで、Mac の世界そっち行くの?みたいなこともちょっと、下馬評的には言われたみたいなんですよね。ところが、これは僕はむしろ良かったと思うんですけども、ご存知のように発売された X68000 っていうのは、コナミのグラジウスというゲームを搭載して、ホビーパソコンの究極の姿っていうんですかね、もうひたすらパソコン小僧がこれを求めてるだろうみたいなところをですね、がっちりそこにストライクで入れてきた。もうこれで遊んでくれと。もちろん遊ぶと同時に、これエクスベシックっていうのがあったんですけど、プログラムもこれでゴリゴリ書いてくれみたいな、そういうものをもうぶつけてきた、もう楽しいパソコンとしてぶつけてきたところが、超気持ちいいというか、画期的だったんですよね。で、この X68000 の記念イベント、後楽園ホールに行ったことがあるんですけども、これの開発とかを手掛けられた鳥居さんとか出てくると、もうユーザーがもう本当に熱狂的に、1個のパソコンにこんなに熱狂的になっていいのかみたいな、道具ですよね、パソコンって本来は。なんですけど、もう超盛り上がってですね、忍者増田とかも出てきたりとかしてたんですけども、コンピューターにはいろんな側面があるんですけども、やっぱりその人と変えるとか、その人の味方になるのがコンピューターだとすると、大きな存在だったのかなって感じしますね。このマシンに憧れたりとか、それで遊んだりとか、それでプログラムを書いて育った人たちっていうのがですね、いるんですよね。1980年代の後半っていうのはですね、同じ年にはソニーがニューズというワークステーションを出したりとか、そういう非常にコンピューターの能力が上がってきて、一つはワークステーションだよと、一つはビジネスで、Windows の世界に行きますとか、いろんな動きがあった中で、ホビー PC として最高に楽しいマシンを出してくれたっていうのが良かったなという感じですね。X68000、やっぱり発表された時に、このマンハッタンシェイプとかツインタワーだよねみたいな形言われた。本体のデザインがやっぱりすごい印象的でしたよね。これブロックなんでそこまで作りきれてないんですけれども、フロッピーとかもエジェクトがオートでできたりとか、ポップアップする取っ手があったりとか、いろいろ工夫されてるんですけど、何しろこの2つの筐体の中に機能を分けてですね、この横に並んだこのデザイン、
これってやっぱり当時のパソコンからするとちょっと世界を変えたぞみたいなことが表現されてましたよね。でマウスもただのマウスじゃなくて、なんか上の方をカパッと開けるとトラックボールとしても使えたりとか、まあ、いろんなところが工夫されていて、コンピューターの世界を楽しくこれから変わっていくんだみたいなところを追求してたと思います。ゲーム、エンタメ、パソコン、小僧系の究極のパソコンマシンって感じですね。でこの後ね、89年にあの富士通が FM タウンズというものを発売するわけですね。これもやっぱり98とか IBM PC の流れとは違って、まあ、独自のアーキテクチャをこのタイミングで出してきたんですけど、これどっちかというとこうお勉強とかマルチメディアっていうんですかね、メディアで何か表現したいとか、まあ、ある意味その後のインターネットとか、まあ、今の世界に通じるんですけど、まあ、良い子のパソコンみたいな匂いがあの FM タウンズにはあったんですけど、まあ、一方でゲーム、プログラムゴリゴリ書いてやるぜみたいなコンピューターが X68000。 これディテールはね、なかなかこのへこんでるところも、現物はここまでへこんでないんですけれども、まあ、X68000 に見えるんじゃないかなと思います。ということでできました。まあ、途中ね結構僕も分かんなくなりそうになったんですけれども、なんとか完成しました。来週もやります。見てください。